ごいライト。いや、お客さんどんくらいいんのかなと思って見たかったんですけど、うん、ライトすごすぎて一人も見えねえな。一人も見えねえ。います皆さん。いらっしゃいますね。お客さんいますよね。パンパンですね。あ、見える見える見える。あ、見えた。うわ、とんでもねえ方だな。めちゃめちゃいらっしゃいますね。ありがとうございます。すごいね、これね。じゃあ応援アンバサダーしたけど、はい、大丈夫ですか。暑いとか寒いとか、空調調整しますけど。外でやってるから無理です。空調の調節できない。すみません。完全に。はい、じゃあ皆さん行きますよ、早速。お、どうした。せーの、ザ・インフィニティボール。うん、いや、知らねえ動きだな。いや、俺知らねえよ、それ。え？なんで知らない？知らない。ちょっともう一回皆さん一緒にやりましょう。これ大事なんで。大事な動き。大事なの？はい、大事な動きなんで。みんなでどうやんの？どうやりますよ。どうやんの？こうやって膝をちょっと曲げて。曲げて。せーの、ザ・インフィニティボール。あんまやってねえな。あんまやってねえよ。ちょっともう一回行きましょう、もう一回。もう一回本当に大事なんで、ショーの中で。あ、そう。はいはいはい。うん、じゃあまた行きましょう。はい。せーの、ザ・インフィニティボール。お、さっきよりはやってくれましたね。ありがとうございます。はいはいはい。あ、これ今からやるショーでなんか大事な動きなの？あ、一回も出てこないです。じゃあなんでやらせなんだよ。関係ねえ動きやらせんだよ、みんな。ごめんなさいね。こんな惰性動きやんねえんで、絶対。一切やらないよ。一切やらない。本当におしゃれなショーなんでね。こんなおしゃれなショーで。さあ、そんで俺はアンバサダーに、ね、応援アンバサダー選ばれましたけど、はいはい、まさかこんなね、うん、茨城なまりのさ、そうそうそう、田舎もみてえなやつがさ、うん、急にこんなアンバサダーになるっていうから、ね、信じられなかったよね。信じられない。誰も信じてくんなくて、うん、実は昨日ロケで東京湾をクルージングして横浜に行くっていう謎のロケがあったんですよ。そうそうそう、ロケがありました。だから後ろ海あるでしょ、うん、東京湾ね、東京の江戸川か、うん、江戸川からクルーザーに乗って、はいはい、こっちのね横浜でバーって来た時に、うん、この特設ステージが、そうそうそう、見えたわけですよ。だから、うん、あ、明日あそこで俺らやんだみたいな、うん、でスタッフさんに言ったんですよ、うん、明日あそこで俺らアンバサダーっつっていろいろこうやんすよとか言ったら、へへふーんとかつって、うんうん、いや信じてくれねえな。そうそう、そんで俺田舎もんだから。そうそうそう、でそのスタッフさんにそれを言ったら、うん、そのこのイベントの公式のホームページがあるんですよ、うん、でホームページ見てくださって、うん、あ、これですねって言って見たら、うん、僕たちの写真とプロフィールが、あ、なるほど、ね、そう載ってたんですよ、うん、そしたらそこに、雷、2016年、マーベラス寄せや怪獣大戦争などライブで活躍中って書いてあって、うん、2016年の情報書いてあったんですよ。最近の情報じゃなくて、そうそう、誰も知らねえから。誰も知らないライブとか、はい、怪獣大戦争、はいはいはい、急いで新しいホームページに、うん、情報にね、そうそうそう、直してもらいましたけど、はいはい、いや横浜よ、横浜だ。この赤レンガのとこでね、うん、俺女の子とよくご飯食ってて、そうそうそう、その女の子が今の僕の嫁になるんだけど、うんうん、あの観覧車でね、あとそっちにある観覧車で、うんうん、女の子と観覧車に乗って、うん、てっぺんに行きますわな、はいはいはい、で僕と付き合ってくださいっつって、はいはい、うん、で付き合いました、はいはいはい、でめちゃめちゃキスして一番下までこう降りてったんですけど、はいはい、それが今の嫁、今の嫁、そう思い出しかね、嫁との思い出しかない、はいはい、この横浜でそのザ・インフィニティボールのアンバサダーやるっていうのはもう非常に興奮してるわけですよ、はい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 、ね、ここに立ってるのも今不思議なくらいですよ ね、でも見たことないでしょまだショーは。まだ俺ショー見てない、うん、で皆さんもちろんショー見てないですよね。見てないですよね。もちろんそうだよ、うん、はいはいはい、おめえどうなの。僕ねリハ見たんですよ。あ、リハ見たの。リハ。お、すげえじゃん。そう。あ、じゃあどんな感じがさ、ショー始まる前だけどさ、こんな感じのショーだよっていう説明ってできる。ああ、でもやっぱり百聞は一見にしかずだから、うん、ちょっとこのコミュニティには分かんないと思うな。あ、このコミュニティには分かんねえって、うん、ちょっと見ないと分かんないかな。いや確かにまっすぐだけどさ、うん、ちょっと今からショー始まったらちょっとワクワクはさせる。ああ、でも言っても分かんないと思うよ。言っても分かんない、うん、どんな感じの。言うなら、うん、流れ星からのダンスと音楽と光、ドローンの融合でコンテンポラリーな感じのアート、見た人はまるでマジックにかかったような、なんていうかこう地球を感じるスピリチュアル、まあ一言で言うならラブ。いや本当に分かんねえな。本当に分かんなかったわ。いや分かんないよ絶対に。いやめちゃめちゃ説明してくれて、うん、今の説明で分かった人います？これ誰一人分かんない。分かんないでしょ。分かんねえよ、うん、分かんないと思いますよ、うん、あと僕の立場考えてください、うん、ネタバレはできないんですよ。どう説明していいの分かる。ちゃんと聞けば、ちゃんと聞けば分かるかな。じゃあ皆さんちゃんと聞いてください。ちゃんと聞いてください。どんな感じのショー。聞きますよ、うん、流れ星からのダンスと音楽と光とドローンの融合で、うん、コンテンポラリーな感じのアート、うん、見た人はまるでマジックにかかったような、なんていうかこう地球を感じるスピリチュアル、うん、まあ一言で言うなら、うん、ラブ。いやちゃんと聞いても分かんねえな。ちゃんと聞いたけど全く分かんなかったよ。今ので分かったよって人います？ほらさっきと変わんねえけど、一人上がったやついたな。
とんでもねえ理解力がある人。いや、分かるわけないと思うな。本当に。じゃあもう一回いくよ。ちゃんと教えて。ちゃんとね、うん、流れ星からの、うん、ダンスと音楽と光。いや、速さの問題じゃねえな。いや、ゆっくり言えば分かるとかじゃなくて、分かんねえんだって。百聞は一見にしかずなんだよ、本当に。うん、一回見そうだよ。確かに一回見ると分かんねえと思うけど、うんうん、こっから始まるんだよ、うんうん。本当にそんなに知りたい？知りたいよ、こんな感じが。じゃあ我慢してね、まあ。皆さんもちょっと我慢してくださいね。我慢してってない、はい、うん。流れ星からのダンスと光と音楽とドローンの融合でコンテンポラリーな感じのアート。うん、見た人はまるでマジックにかかったようななんていうか地球を感じるスピリチュアル。まあ一言で言うならラブ、流れ星からのダンスと音楽と光とドローンの融合でコンテンポラリーな感じのアート。見た人はまるでマジックにかかったようななんていうか地球を感じるスピリチュアル。何をしてんねん一人で。一言で言うならラブ、学ぶ。流れ星からのダンスと音楽とドローンの融合で、うん、おめさては100回聞かせようとしてんな。百聞は一見にしかずだから、一回見せる前に100回聞かせれば分かっと思ってって、みんなポカンとしてるよ。じゃあそんなになら説明してみなよ。だから簡単に言うとこうでしょ、うん、だから迫力もあり、うん、美しさもあり、躍動感もある。で、日本初上陸、世界初上演の近未来のエンターテインメントってことでしょ、うん。おめえも何言ってっか分かんねえな。何をしてんだよ、おめえよりはちょっと分かりやすかったの。分かんないよ。近未来のエンターテインメントっつって、まあこんな状況なんですけども、口でもう僕らはどう説明していいか分かんない状況です。はい、一回見ないとこれ分かんないからね。この漫才作るのめちゃくちゃ大変でした。めちゃくちゃ大変だった。どう説明すんだよ、ね、分かんない、うん、ネタバレもね考慮してどうやってお客様に説明するか、はいはいはい、これもう一回見てもらった方がそういいですね。本当にすごいですから、うん、マジで本当に期待をね、はいはい、いっぱい期待して楽しみ待っていただければと思います、はいはい。で、まもなくショー始まりますので皆さんお楽しみに。以上、カミナリでした。どうもありがとうございました。本当にいいショーです。同じ希望を抱いて集まり、成長し、学び、愛し合い、共に困難を乗り越えながら生命を祝福します。人の夢には夢を共有するコミュニティを作る力があります。集団と人を結びつけ、部族を作り、それによって個々の人が集合的な体験の中で自分自身を発見する、そして実現することができます。どうすれば共に大きな夢が見られるのか、インフィニティボールはその共同体に向けた祝福です。光り輝くボールは人のユニークな魂やアイデンティティを表現しています。また人の道を照らすために地上に降りてきた流れ星でもあります。そこからボールが増えると、今度はコミュニティの魂や運命を表現いたします。そして周りの人も夢を実現できるように彼らにもボールが受け継がれます。さあ、この後始まるザ・インフィニティボールショーを楽しむために5つのポイントがあります。さあ皆さん、このチラシお持ちでしょうか？皆さん持っていますか？はい、このチラシには5つ楽しむためのポイントが書いております。一つずつちょっとね、見ていきましょうか。まず一つ目です。 Let's dance with us と書かれております。はい、これはね、皆さんで一緒にダンスを踊っていきましょうということが表現されていますね。皆さんも一緒にダンスを踊ってください。
そしてですね、2つ目です。2つ目に書かれているのはクラップヨアヘンズ。はい、これはですね、手拍子のことですね。皆さんも一緒に手拍子をしながらステージを盛り上げてほしいなと思います。皆さんちょっと一緒に今手拍子できるかな。はい、ワンツーワンツーワンツー、いいですね。あれ、もうちょっと聞こえるかな。もっともっと皆さん、はい、ワンツーワンツー、手拍子手拍子。あ、いいですね、いい感じですよ。はい、こんな手拍子が今からパフォーマーの方がね、皆さんと一緒に踊ってください、手拍子してくださいなんていう合図がありますので、皆さん一緒に盛り上げてください。そして3つ目です。3つ目はスマホのライトをかざそうというふうに書かれております。ショーの最中にステージから合図がありますので、皆さんお持ちのスマホを一緒にライト、あ、もうやってくれてる方がいますが、ありがとうございます。ちょっとこの後ね、練習しましょう。まだ大丈夫ですよ、ありがとうございます。この後じゃあ一緒に練習しましょうね。じゃあ先進みます。4つ目です。4つ目はツイッターで最新情報をチェックできるようになっておりますので、皆さんぜひツイッターでザ・インフィニティボール、検索してみてほしいと思います。そして最後5つ目です。プレゼントキャンペーンに応募しよう。はい、なので皆さんもぜひプレゼントキャンペーンにご参加ください。よろしくお願いいたします。さあ、今ざっくりとね、お楽しみポイントを、お伝えいたしましたけれども、このイベントはですね、皆さんと共に作り上げるエンターテインメントとなっておりますので、ぜひ皆さん共に一緒に盛り上がっていただきたいというふうに思っております。で、パフォーマーの皆さんが光をかざしてくださいという合図を出します。こういった合図を出します。そしたら皆さん、お持ちのスマホのライトを光らせてみてください。ちょっと今見え、やっていただけますか。あ、すごく綺麗です。ありがとうございます。はい、このようにダンサーの方、パフォーマーの方が皆さんに、お光をお願いしますというふうに促しますので、ぜひぜひ光を当てていただきたいなというふうに思っております。できますかね、皆さん。もうちょっと光があると嬉しいな。どうですかね。あ、後ろの方もありがとうございます。わー、とっても綺麗です。どうもありがとう。あ、すごく綺麗です。どうもありがとうございます。はい、なので光をお願いしますという合図が来たら、皆さんもぜひ一緒に光を当てて、パフォーマーの皆さんと共にインフィニティボールを、作り上げていってほしいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さん、まもなく始まりますけれども、準備大丈夫でしょうか。このインフィニティボールは発見とつながりの物語です。人々がつながり、共に夢を見て、共に作り上げていく、そんなお話です。さあ皆さん、まもなく数分後にはザ・インフィニティボールが始まります。どうぞお楽しみください。